最近車乗ってて、このエンジンのマーク、これですね、この黄色い目立つマーク、これですね、これ。これが突き出したんですよね。ついたり消えたりするというか、エンジンかけるときについた場合になるか、消えてるか。そういうこと多かった。でも、ね、ちょっと気持ち悪いから、車屋に見てもらったら、O2 センサーの異常みたいですね。なんか、今、なんかハンディコンピューターみたいなのを繋ぐと、すぐに異常がわかるみたいですね。それで、O2 センサー異常。これで光るみたいですね。まあ、このまんま乗れないこともないみたいですけど、そのまんま乗ると、車の触媒を痛めちゃうみたいで、交換することを強くお勧めしたというか、壊れてるものだから交換必要ですよね。まあ、8万って、まあ、9万か。そのくらい走れば、壊れる可能性高いと言ってましたね。まあ、値段、工賃含めてだいたい3万ぐらい。結構高い。でも、車全体壊れちゃう。それと触媒がいくらするかわからないですけど、さらにこのまま乗ってると触媒も痛めてしまう。まあいろいろ悪いことありますから、交換することにしましたね。なんか、まあ車長い時間乗ってると、ガタも来ますね。ただこのエンジンチェック、時々ついてる人がいるという話を聞きますね。その場合、もしかしたら触媒の不良が多いのかな。そう思いますね。